部のひなこ、2020年4月2日からカリフォルニア州で開催、 ANA インスピレーション延期発表、渡米プラン白紙。米女子プロゴルフ協会 USLPGA は2020年3月12日、新型コロナウイルスの感染拡大でメジャーの ANA インスピレーション4月2から5日などツアー3大会を延期すると発表した。メジャーには渋野日向子、畑岡奈紗ともに21らが出場予定だった。ウェイスポーツ界全体を巻き込んだ新型コロナウイルス騒動はゴルフにも波及した。USLPGA は ANA インスピレーションなどの3試合を延期。直近のメジャー、サッカーの全英女子オープン覇者として ANA に照準を合わせていた渋野にとっては、渡米プランが白紙となる事態に陥った。日本女子プロゴルフ協会 JLPGA などは13日、国内第3戦のTポイントエネオス20から22日の中止を発表した。これを受け、ホステスプロの渋野は、マネジメント会社を通じ、とても残念。また、皆様に、笑顔と元気を届けられるように、しっかり調整を続けたいとコメントした。2月のタイ、シンガポールのベイツアー、3月の国内の開幕から3試合が中止に、さらに、ANA が延期となり、感染拡大の収束も見えない。国内の次戦、アクサレディス。27から29日の開催も厳しい状況で、4月以降の国内ツアー開始に向け、引き続き青木翔コーチの下で調整に励むという。暑さで国内の中止が4戦連続となった場合、2011年東日本大震災時以来、9年ぶりでツアー史上最長に並ぶ。1988年のツアー制施行後初の4月開幕が連日に帯びるなど、負の連鎖を断ち切れない状況だ。 ANA にも出場を予定していた昨季の賞金女王鈴木愛25は一連の中止延期に悲しく切ない気持ちでいっぱいとコメントした。日本勢は世界ランク5位の畑岡、12位の渋野、14位の鈴木の3人が東京五輪出場圏内、代表決定は6月末だが、大国勢を含め日米両ツアーの選手とも試合がない以上ポイントを加算できない。本大会すら開催が見通せない中、霧の中をさまよう時期が続く。高知新聞社。みんなの声、渋野日向子さん中止や延期で未だに開幕していません。でもけなげにしっかり調整を続けたいと言っています。中止になった JLPGA ツアーは3月5日から3月8日第33回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント、3月13日から3月15日明治安田生命レディス横浜タイヤゴルフトーナメント、3月20日から3月22日 T ポイントエネオスゴルフトーナメント。次回出場予定 JLPGA ツアーは3月27日から3月29日第8回アクサレディスゴルフトーナメント in 宮崎。中止になった USLPGA ツアーは2月20日から23日ホンダ LPGA タイランド対2月27日から3月1日 HSBC 女子チャンピオンズシンガポール。延期になった USLPGA ツアーは4月2日から5日 ANA インスピレーションカリフォルニア州。ゴルフの試合の場合、観客からの入場券収入は開催の運営スタッフへの支払いでプラスマイナスゼロなので、無観客試合が成り立ちやすいです。ゴルフでもこれだけ中止延期ではスポーツ全体が厳しいです。このような時期に開催することがスポンサーイメージにダメージとなるとの判断ではないでしょうか。早く収束し、治療薬、ワクチンの開発を願っています。渋野さんには引き続き調整を、怪我のないよう頑張っていただきたいです。いつも応援しています。インスタ更新してたけど、サントリーか木梨憲武関係のイベントに行ったのかな。内容はわからないけど、渋子だけじゃないが、試合がない以上みな失業状態。もちろん
試合以外の仕事もあるだろうが、モチベーションの維持がきついだろうな。スポンサーのいない選手やキャディは金銭的に辛いでしょうね。ゴルフは参観部だから無観客ならやれないことはないと思うけど、世間に合わせているのと、スポンサーが本試合前のプロアマ戦ができなければ開催は見送りでしょう。スポンサーにとってはお得意様を呼ぶプロアマ戦が一番大事な行事です。1回目のプロテストから2回目で合格するまでの期間の苦労がここで生きてくるはず。あの浪人期間中のことを思い出せば、どんなことでも乗り切れるでしょう。ウェッジだけで1日700球のゴルフ漬けだったあの期間中が、渋子姫のプロゴルファー人生での宝でしょうね。開幕戦が楽しみ。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。